ホリエモンチャンネル。はい、こんにちは、ホリエです。こんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。日本では不自由を感じない水道ですが、世界を見たら上下水道の未整備地区はまだまだたくさんあります。IoT を除いて、上下水道の排水の最適化など水かける IoT の分野は今後ますます広がると思いますが、どこから手をつけるべきでしょうか。スマートメーターでしょうか、海水の淡水化でしょうか。見地があればお教えくださいという質問です。はい、はい、ということで本日がラストデイとなりました。本日のゲストはですね、アフリカ版置き薬で健康を届けるアフリメディコ代表理事の町井恵里さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日がラストデイなので、はい、何かこう言ってないこととかありますか。アピールしたいこととか。寄付者100人です。まずはもう寄付者さん100人を目指してますと。そうですね。あと IoT とかもちょっとアフリカに入れたいなと思っていて、置き薬とこうやっぱアフリカ人ってやっぱりメモとかあんまできないんですよね。だからもう、識字率が低い、低いっていうのもありますし、だからもうそれを簡単になんかこうできる方法を探していて、そういった人材も募集してます。でもカメラつけとけばいいんじゃないですか。カメラ、赤外線カメラ、あの電池付きの太陽電池に蓄電できるバッテリーがついてて、まあ1週間に1回とか1ヶ月に1回撮影すればいいわけじゃん、赤外線カメラがついてて、で全てのあれにバーコードかなんかつけといて、でそれでシャシャシャッと撮って、でデータを蓄積し、ちっちゃなメモリついたらいいんで、送信するときだよね。送信が問題なんだよね。電波届かない。電波がね、携帯の電波が届かない。そうですよ。あ、でも分かった。微弱な、ああいうこう中波とか超波とか、そういうのをの電波だったら電離層に反射して結構遠くまで届いたりとかするんですよ。でそれの発信機をつけとけばいいんじゃないですか。でデータ量そんないらないじゃないですか。だって薬が何個消化されてるかだけ分かればいいわけでしょ。だデータ量多分何倍、数倍と、数十倍とぐらいかな。だから全然そういうあのアナログ派で全然送れると思いますよ。はい、できました。できました。整いました。整いました。ということで、じゃあ質問の回答に行きましょう。私はこう答えました。何でもいいけどあなたが得意な分野から始めればと、例えば水道の漏水を検知するサービスとかね。水道管で結構ね壊れてるんですよ。なんかずっとこう夜中とか車とかも全然走ってない時とかにすごいこう聴診器みたいなのつけてこう歩いてる人いるんですよ。なんか電動自動車みたいなのにそういうのつけて、で AI が漏水を判断するぐらいはできるんじゃないですか、例えば。はい、じゃあちょっといろいろできそうなのでぜひ頑張ってみてください。はい、ということで、じゃあ最終日カメラに向かって告知をお願いします。アフリメディコの町です。もう今日言いたいことはもうボランティアの募集と、ボラボのボランティアの募集と、あと100人の、寄付者になりますので、ぜひ、あとは企業と連携したいとかも思ってますので、製薬会社でご興味がある方はぜひあのアフリメディコの問い合わせのところにご連絡いただければと思います。お願いいたします。はい、ぜひ皆さんアフリメディコさんで調べてみてください。はい、ということで、本日もですね、最後に、ホリエモンサロンのHI ニュースをお届けしたいと思います。はい、北海道東北支部ではホリエモン祭りを仙台七夕祭りに絡めて開催するということで、日程が8月6日日曜日に確定しました。コンテンツ決定など HIU に参加すると祭り作りを一から体験できますということで、はい、8月6日七夕祭りに絡めるんですね。みたいですね。七夕祭りってすごい有名ですよね。そう、俺も行ったことないからちょうどいいなと思って、すごい大々的なお祭りになりそう。ね、祭りがすごいんだよね、ホリエモン祭り。大阪でもありますからね。そうですね。はい、大阪来るんですか。あのこの収録があるみたいなので、私もトライアスロンの大会がありますよ。あ、ではしないんですけどね、ちょっとどんなものかちょっとね見ていただいてですね。
ね、はい、自転車も買ったし、はい、はい、ということで8月6日ね、ホリエモン祭り東北仙台で行われるということなので皆さん行ってみてください。そしてホリエモンサロンも、随時、申し込みを行っているみたいなのでぜひ皆さんチェックしてください。ということでこの番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。堀江さんの質問に、堀江さんの回答に賛成か反対かのアンケートも答えてみてください。あとメルマガに登録いただくと堀江さんがぜひ質問に答えてくれますのでぜひ皆さんメルマガ登録もお願いします。はい、ということで本日もありがとうございました。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？